商品レビュー専門の自閉です。皆さん、ヘッドホンって悩んでませんか？なんか最近本格音質のものが多い。もちろん本格音質のものいいんだけど、やっぱしもうちょっと元気がいいものが欲しい。まあそうなんだけど、高級ヘッドホンになると、音がフラットになっちゃうんですよね。まあその傾向にある。確かにいい音なんだけど、低音高に元気がないな。もっとパンチ感が欲しい。そしてその悩み、今回ブルーディオ様から提供いただいた、こちら、UFO ですね。U シリーズ。これやったら解決ですね。まあデザイン、高級感ありますよね。箱、重厚感ありますね。高級なものってこの箱の作りも嬉しいんですよね。さらに中に透明なケース。そしてキャリングポーチです。手提げにもなるし、絡みられ引っ掛けれますね。だから荷物の外にも付けれますね。荷物の外に付けとくと、まあ出先で使いたいとき、すぐに出して使いますからね。折りたたみ式ですね。折りたたみ式だけどすごく重厚感ありますね。というよりちょっと重たいですね。このイヤパッドの部分、高級感ありますね。柔らかい。長時間つけても痛くないですね。それ、Bluetooth の操作部、右側に集約されてますね。R 側に集約されてます。真ん中がマルチファンクションボタン、電源スイッチですね。それ、左右が曲を送り、曲戻し、上下がボリューム。それ、イヤパッドの部分、可動式ですね。ある程度上下左右に動きます。それ、ヘッドバンドの調整。つけながら引っ張るだけで調整できますね。スムーズに動きます。かけた感じ。イヤーパッドがちょっとちっちゃいですので、耳たぶとかには触れる。だからその部分がちょっと痛くなりますけど、圧迫感ないですので、長時間着用に向いてますね。それ、あらかじめ音質聞いてみました。まず低音な迫力しっかりしてますよ。ドンときます。ズシッときます。この手のヘッドホンって、音を良くするためにちょっと重低音をカットしてるものがあるんですけど、これはカットしてないですね。だからクラシック音楽、ライブレコーディング聞いてると、外の車の音とかの雰囲気入ってきます。まあこれは音源に記録されてますので、ノイズというより雰囲気も伝わってくる。そこまで低音が伝わってきますね。だからバスドラムとかベース、前面に出ます。結構ベタベタにきますね。あと歯切れが非常にいいですので、スネアドラム、ギター、あとバイオリンとか、すごくシャキシャキした感じになりますね。低音のエネルギーが強いんだけど、スネアドラム単体だと非常に粒が出るって感じですね。ただボーカルは、なんか楽器の後ろに隠れちゃってるかな。そんな控えめなところがありますね。それポピュラー音楽ですと低音と歯切れの良さ、非常にいい要素なんですけど、クラシック音楽ですとちょっと欠点になるかなって感じ。低音はややブーミーで、他の楽器と少し干渉する、そんなところはありますね。まあ、ベタベタに干渉するってわけじゃないですけど、まあ、ちょっとその傾向にあるかなという感じ。あと、ポピュラー音楽で長所の歯切れの良さ。それもクラシック音楽ですと、なんかスーッと現れてスーッと消えるもの。このスーッという部分がパッて感じなんですよね。何もなくてパッと現れて、そして消える時も急にパッと消える。唐突に現れるって感じがありますね。だからクラシックとか、大量の構成がライブで入ってるもの。いわゆるワンポイント録音。それですとちょっと音が繋がっちゃうかな。そういうところがある。それ一方で、録音芸術と言われるもの。レコーディングするときに、音の帯域とかしっかりとマスタリングしてるもの。そういうものはいい音で出ますね。だからライブの生録音より、レコーディングスタジオできっちりと作られた音源。その音をしっかりと再生するヘッドホンですね。だから音源としてはポピュラー向け。明瞭な音で大迫力で聞きたい。そういう人におすすめなのが、このブルーディオの UFO ですね。まあ、あと有線接続もできますので、古いオーディオ機器にも接続できますね。あとはヘッドホンアンプとかいいもの持ってる人。そういう人はまずは有線接続で繋いでみてください。まあ、どちらがいいか悪いか、それは一概に言えないですけどね。まあ、あとヘッドホン自体ちょっと重たいですので、歩きながら使う用途には向かないですね。ちょっと外れやすいです。だから座って落ち着いて聞く。自宅で落ち着いて聞く。電車に乗ってるときは、新幹線のような椅子に座ってる場合は聞いてもいいですけど、立ちながら聞くとか、あと狭い椅子に座って聞く。それはちょっとやめた方がいいかもしれないですね。ちょっと頭を動かすと、つるっと滑っちゃう。そういうところがありました。だから座って落ち着いて聞く用途ですね。まあ、高級ヘッドホンだから、まあちょっと価格帯高いですので、大切に扱ってあげるといいのかなって思います。本格的でワンランク上のヘッドホンを考えてた。
でも保守的になりすぎるのはちょっと嫌だ。そしておすすめなのはブルーディオの UFO。 使わないときは折りたたんでキャリングポーチの中に収納できますね。だから携帯性も十分です。ぜひ選んでみてください。商品レビュー専門の動画、今日も見てくれてありがとうございました。